ヤンボ選手、見事初防衛、おめでとうございます。ありがとうございます。いやいや、2ラウンド、はい、27秒、はい、今日左フックでしたよ。今日はもう開始の左をずっと練習してきたのがやっぱ出ましたね。右以外、はい、右じゃなくても倒せ、左でも倒せるんだと思って。そうですね、やっぱあの右ばっかだとやっぱ右警戒されるとどうにもなんないんで、最近左のフックをもうずっと磨いてます、はい。で両方倒せた、初めて左倒したの、はい、そうですね、ロード2では仕留めきれなかったですけど、ああ、効かしたのは左だった、左フックですね。いや、はい、すごいですね、両方とも同等に威力を出せるパンチを持ってるって、はい、いや、良かったです、すごいですね。でもあれでしょ、この間聞いたけど、あのやっぱまだ自分のパンチがなんでこんな強いのかって自分でも謎なんでしょ。今回もやっぱ分かんないですあれと思ってあれっていうか、なんで倒れたのか全然分かってなかったんで感触なかった、ない、あんまなかったっすね。てかあれ、もう本当前回の久米さんと試合と同じ感じで、これなんて倒れてんのみたいな感じだったんで、やっぱなんかソリッドな感じなんだろうね、キレのあるパンチなんだろうね、やっぱ感触が残らない。そうかもしれないですね、素晴らしい、私も欲しかったです、それ。いや、もうすごいダウン取ってやっぱすごい悩みましたもん、これ行くべきかと。でもそんな中1ラウンド目ね、ちょっと先手取られましたよね、はい、いやー、やっぱ久米さん強いなって改めて思いましたね、ちょっとどうにもなんねえこれと思って。先に当てたの久米さんでしたね、あれは全く、はい、警戒はしてたんですけど全然見えなかったですね。やっぱ組にやっぱ向き合うと、やっぱ組、やっぱ筋肉すげえなと思ってこれ組んだらちょっとまずいなってやっぱ思っちゃってて、もう全然パンチに意識がいってなかったんで、それでやっぱテイクダウン、ボディロックから外掛け、はい、もうなんか得意なパターンにはまってきましたもんね。そうですね、もうでもそうですね、やべえと思ったんですけど、やっぱでも対策しっかりしてきてよかったなっていうのは。でもパンチが効いたって言ってたじゃん、あれ、その影響もあった、はい、いや、ちょっとあったかもしれないですね、やっぱ反応ずれちゃったかなっていうのは。正直ね、はい、あれ1ラウンド見てて、いや、このままヤンボーはやっぱ1ラウンドが一番なんか、はい、KO 率がなんか上がるじゃん、あ、高い、はいはい、で1ラウンド終わったから、あれ、これ久米勝ちフラグみたいな風に俺思ってたの、思っちゃったの。情けない話なんですけど、思っちゃダメなことなんですけど、ちょっとやべえと思っちゃって負けフラグ立つんじゃねえかこれ、まずいと思って。でもこのセコンドトークを今日どういう感じで指示してもらうっていう話し合いの時に、やっぱ時間をしっかり言ってくれって伝えてあって、で時間しっかり言ってくれてたんで、まだこんな時間だみたいな、諦めんな俺って言い聞かせて、なんとか。そっからね、2ラウンド、はい、もう27即ですよ、あれ一戦左フック、ね、もうあそこはもう久米さんにパンチやってるんだったら、もうあの距離しかないっていうのはやっぱ自分の中でもう思ってたんで、久米さんもう本当距離が遠いんで、うん、追うとタックル来るし、本当もう何て言うんですか、もう本当やる前から言ってたけど、つまんない試合でも勝ちたいっていう、もう思いだったんで、うん、今回でもすごいですね、待ってました、そこ。やっぱストレートミドルレンジでやったらタックルされるっていう思って、はい、ね、やっぱ当てるなら今度はショートレンジ気味のやっぱ返し、まあ、左フックかなとか、まあ他にも何個か考えてましたけど、もう結構そこはいろいろ意識してる部分はありましたね。いや、もうなんか自分が用意したものをきっちり決めたって感じなんですね。しかもそれがかちょっとなんか確信にやっぱここだなと思ったのが、バックステージで久米さんがこうお互い見えるじゃないですか、チラッと見た時にやっぱこう入ってってたんで、やっぱあそこだなって思って、やっぱそこね、最後のやっぱその思ったことがやっぱ結構僕試合に出るんですよ。その前回のアキラさんの時もハイキック、ね、結構ね練習はしてましたけど、やっぱこれだなみたいなのがやっぱそういう考えを持って最後ページに入る。じゃあ直前までやっぱりこうなんかこう光らせた方がいいってことですね、じゃあね。そうですね、ひらめきをこういうひらめきがね出るように、いつもポンってくるんですけど、あと俺だなみたいな、今日。なるほど、すごいですね、やっぱ天性のものなんですかね。どうなんですかねそれ言われると分かんないですよね。でもまた今日もナイスだね、それで。いや、今日ちょっと我慢しましたいや、でもなんか結構最初泣きながら何言ってるか本当聞き取れなくて、それをなんかみんなに言われたからなんかちょっと今日絶対泣かないえ、でも今日もちょっと聞き取れなかったでしょ、最初は喋り始めやっぱこう喜びがどんどんこう勝ってきて、はい、聞き取れたのがね、やっと聞き取れて、リスペクトを持って全力で挑めたって。ああ、そうですね、本当に全力で仕上げてきて、はい、全力でぶつかってきました。前にも言ってたもんね、はい、やっぱりこう
久米さんに勝たないとやっぱ胸張ってチャンピオンだって言えないって言って、はい、その通りです。今日はやっと胸張って言えるようになったってことですか、ね、いやチャンピオンになっちゃいました。ついについにもうなってるけどね。なっちゃった。しっかり防衛もしてましたからこれで正真正銘ですよ。もう胸張ってチャンピオン、うん、防衛戦が難しいって言いますからね、はい、私もできませんでしたからパンクラスは。いや素晴らしいですね。やっぱね、守りに入ってしまう部分とか絶対あると思うんですけど、やっぱこう相手が久米さんだからこう全然今日本当にベルト関係なしの気持ちなんですよね。でも何回ベルト忘れたか分かんないもんね。あやべベルト忘れたみたいな、そんぐらい今日はもう本当なんかチャレンジャーな気分だったんで、なんで赤なの俺みたいな違和感を感じつつ青がいいみたいなね。うん、まあ、でもその気持ちがやっぱりちゃんとなんか見えましたね。やっぱり、ね、いやよかったです本当。それ今後の展望なんかやっぱりまあ防衛して即ですけどね。そうなんですよね。いやなんかまあ今日今だから今だけなんですけど、なんか一回こうどうしようって思ってます。あまあねでも久米さん、まあ、こまあ一緒いっぱいですけど、うんうん、なんか超えたぜみたいな、ちょっとまた考えて、やっぱ火はどんどんねまたつけていこうかなと思ってるんで、心の火を。そこからまた外の方にメインに行ったりとかは今のところはもうまあ終わってばっかだからね。まあ終わったばっかなんで、でもやっぱりあ、ありがとうございます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 、どうもありがとうございます、お疲れ様でした。お疲れ様です。やっぱりもうなんかもう今日の今日なんで、ちょっととりあえずもう自分の中でこう第一章終わって、うん、ここから第二章始まっていくのかなっていう感じですかね。チャンスがあったらねまた海外挑戦みたいなの見てみたいと思いますしね。はい、また見てる側もちょっとまた遊んで自分の強さをねどっか日本で大きいところで、ね、出てみたいなっていうまあ気持ちもどっかにもありますし、うん、ちょっとでも今日は一旦ほっとしています。久米越えを果たしたということで、もうさっき本当歩いててフラッと次どうすんだろうってちょっと本当思ったんで。あ大丈夫、こんだけモチベーション上がってるから。そうですね。すぐ見つかりますよ。明日にはもう。明日にはもう。次どうぞ言わせて。ね、大川さんに多分。ね。あ年内もしちゃやりましょうよ。燃え尽きまだ早いよ。そうですね。ねまあ、全然燃え尽きない。今日は。燃え尽きは言い過ぎましたけどね。今日は。はい。そう天野選手もさっき来てもらって話したんですけど。はいやっぱそう挑戦者決まりましたよね。そうですね。めちゃ強くないですか。めちゃ強いね。めちゃ強くないですよ。俺関西3年になると思わなかったですよ。だって、うん、確かにもっともっと設定、そうですね、俺関西が有利かなって若干思ったぐらいだからな、はい、でもやっぱなんかインタビューかなんかで見たっすけど、まあ、僕もすごいいい選手だなと思ってるんで、勢いあって若くて本当これからこういう選手がこう、ね、格闘技引っ張ってくるんだなっていう選手の一人だなと思って、まあ、チェックはしてるんですけど、やっぱ僕との試合の方が楽とは言ってたんで、まあ、久米さんのああいう組とか、で多分大沢さんもそんなようなことを多分ね何かで言ってたっていうのを聞いたんで、まあ当たった方が倒れる試合になるんじゃないですかね。それ久米さんとやるよりヤンボさんとやる方がなんか楽だみたいな表現をされたって今言ったじゃん、はいはい、そこにムカついたりしてないの。ああそうなんだ何そこはちょっとぐらいで、あんまりなんかそういうあの野郎とかあんまり思わない。ああまあまあでもまあまああんまりこう、はい、甘く見てると痛み見るぜっていうところはあるでしょやっぱ。まあそうですね、当たった方が勝つんじゃねみたいな。まあ確かに、まあでもまあ見てる側からしても、はい、やっぱりこうどっちか当てた方がもう、そうですね、ね、倒れるから、うん、それで一瞬もう目離せない試合でもうヒリヒリするね、すごいいい選手ですね。試合になると思うんで、はいはい、あそうだもうじゃあ次のあれあるじゃんもうすぐ。そうですね。だって年明けじゃないですか、ね、何月か分かんないけど3月、向こうは12月でもいいぐらいのこと言ってたけどね、ちょっと休ませてほしいもんね。まあそうですね。まあなんか多分3月じゃないかなと俺は思って、うんね、まあ、向こうもなんかそんなぐらいかなみたいに言ってましたしね。 あ言ってました。じゃあ向こうも12月って言ってたけどって言ったけど、やっぱまあ3月ぐらいなんじゃないですかねみたいな雰囲気的に流れのね、うん、まあでもそこに向けても本当ですね。いやでも今日見てたファンはやっぱこう天野選手決まってヤンボー選手今日ね、みんな見たいからですね、勝って絶対見たいと思ってるから。絶対見たいですよ。いやまあそれまでにもうさらに磨きかけててくださいよ。俺だって客だったら絶対見たいですもん。なんかこう分かる、見たいですもん自分の試合、うん、外から、うん、かっこいい。そんなこと言ってみたいな。ちょ
ごめんなさい、調子めっちゃ良かった。でも本当素晴らしい選手なんで、本当それは楽しみにします。本当、はい、若くてね。じゃあ本当にこれからの選手と、やっぱ自分もそういう年になってきたし、そういう立場になってきたのって改めてこう、うん、身が締まる思いですね。はい。そうですか。じゃあ勝って兜の尾を締める、はい、いいあの挑戦者が、そうですね、現れたということで。チャンピオンって嫌ですね。そういうその時の最強が来るわけですもんね。そうですよ。すごい嫌だ、はい、今日でも今日はきっちりしとめてもらいましたけどね。そうですね、まあ、この勢いをね、どんどん防衛して、はい、パンクラスのライト級はもうヤンボーになったんじゃないですか、今日で。なったと思います、はい、うん、じゃあ最後に、はい、カメラ向かって一言お願いします。どうもヤンボーです。今日は応援ありがとうございました。大好きな久米さんに、勝つことができました。防衛戦、リベンジ果たせました。皆様のおかげです。これからも、心の火を、灯し続けて、熱く頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ヤンボー選手ありがとうございました。ありがとうございました。ソルト選手初防衛おめでとうございます。はい、ありがとうございます。非常に厳しい戦いを戦い抜いたように私は見えたんですけども、はい、どうですか今の。あの5分5ラウンドドロドロにやり合うんじゃないかっていう予想を聞いてて、そんなことない、しっかり決めると思ってたんですけど、やっぱ本当にすごい辛い試合になったなって終わって思いました。まあね、顔もね物語ってますけれども、やっぱりすごい強かったです、藤野選手。はい、まあ、序盤で関節蹴りと前蹴りでうまく距離を取って要所要所にジャブを出して、すごい非常にいいペースでね、フットワークも軽やかで、すごいいいペース作ってるなって思って見てたんですけど、あれはやっぱり作戦通り。そうですね、作戦ですね。ただ一番やりたかったことは今回全然できなくて、まあ予想がもっとこう藤野さんガンってきたところを自分が合わせれるっていうところまで練習で持ってってたつもりだったんですけど、ちょっと一番できなくて、帰ってからそこもうちょっとやんなきゃなと思ってます。そうですね、それ3ラウンド以降からね、ちょっとさらにこう藤野さんのプレッシャーが強くなって、はい、ちょっとずつ距離が詰まるようになってきて、やっぱ被弾少ししだしましたね。はい、でも逆に藤野選手もね、はい、被弾して出血あったりとかして、はい、本当一進一退のように見えたんですけども、はい、どうですかその時戦ってる時にどんな心境でした？なんか4ラウンド目くらいでもうこっち側結構全く見えなくなって、ここまで見えなくなったら絶対勝たないと悔しいっていうか、なんかもったいないなんかこんなに腫れてんだから絶対勝ってやるって逆にちょっと思えました。ああ、なるほど、はい、ここまで身を削った以上ここで負けたらちょっとすごい嫌だと思って、顔面前蹴りとかね、しっかり当てたりとか中盤、はい、あれすごい良かったなと思って、はい、あれも練習通りですか、得意な技。そうですね、けど練習では当てないので、あ、はい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 、どんな感覚かちょっと分かんなかったんですけど、何発か捉えてましたよね。そうですね、はい、あれが結構やっぱりこう突進してくる藤野さんの、はい、止めれるように、ちょっと、はい、終盤途中やっぱりこう序盤はやっぱ関節蹴り前蹴りがすごいこう、はい、いいタイミングで出てて、はいはい、すごいそれでペース握ってたように見えたんですけど、ちょっと距離が詰まりだし、はい、逆にそうですね、もっと先に1個先に前蹴り蹴っとけばもっと楽なんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっとね、はい、出なくなって、はい、藤野さんやりやすくなっちゃったのかなと思って。そうですね、感じましたね。自分もちょっと下がっちゃったりとかして、若干藤野さんペースになってとかあります。藤野さんのプレッシャーがやっぱ強いのもあったのかなと思いますけどね、はい、だからこそね、ちょっと一歩近づかれる前に出したらいいのになってずっと思って、はいはいはい、ちょっと偉そうな感じのこと言いましたけど、いやでも本当にいい、ね、組み立てだったと思います。本当にさらに前の、ね、チャンピオンになった時の試合よりさらにもうレベルアップして戻ってきたなっていう、まあ、パンチもなんかこうスピードも、ね、リラックスして、はい、打撃のキレも、ね、はい、すごい増してたように見えましたし、だからこそやっぱこうカウンターとか合わせたかったってことですか。そうですね、うん、はい、なんか一番今までの中でリラックスはできてたと思うんですけど、難しいですね試合、はい、あとやっぱこうちょっと押し込みからなんかこう強引にフロントチョーク狙ってくるとか、はいはい、やっぱあの時パワーすごかったですか。やっぱすごかったです離された後ふわっとしました決められてるわけじゃないのにふわっとしました。このレジェンド藤野さんに
やっぱこう勝って防衛したというところにやっぱり大きな価値があると思うんですけど、はい、その辺のことも気持ちも聞かせてもらっていいですか。ずっと私がは格闘技始めてから見てた選手だったので、本当画面越しの人が自分と試合するんだっていうのでちょっと、まあ、恐怖とかもあったんですけど、まあ、途中試合前怪我しちゃって、けど自分の怪我より多分藤野さんの方が怪我してるだろうし、なんか初めてなんだろう、藤野選手がこれだけやってるから自分もやらなきゃみたいな、なんかすごい相手を意識して練習取り組みましたね。それでやっぱ藤野選手ってすごいなと思いました。それだけ大きな、ね、はい、存在だったということですね、はい、そうですね、はい。でも最後のマイクも泣きながら何言ってるか分からなかったんですけど、なんか私はもう何言ってるか覚えてない。本当やっぱこう本当感極まったような、なんかあったんですか。やっぱもう何言ってるかちょっと覚えてないんですよね。でも聞きなかなか聞き取れなくて。本当ですか。だからちょっとでもなんかもっと練習してもっと強くなりますみたいな感じのことはちょっと聞き取れたんですけど、言い切った感出してけど何言ったかは覚えてないですか。まあ でもね、あの瞬間はね、やっぱ誰もねそうなりがちですからね。後で映像を見て恥ずかしくなったりするパターンとかあったりしますから。そっちも練習します。まあ そうですね、やっぱチャンピオンでね、まあ、マイク向けられる機会も今日みたいに、ね、なる、はい、もう増えてくると思うんで、はい、しっかり喋れるのも慣れていくのも大事なことかもしれないですね。慣れますかね。徐々にお願いします、はい、お願いします。で最後にカメラ向かってお願いします。防衛戦無事、成功しました。ベルト手にしてから本当にプレッシャーがすごかったんですけど、プレッシャーがあって強くなれたと思ってます。これからもっと強いところを見せたいのでもっと練習します。これからも応援よろしくお願いします。ソルト選手ありがとうございました。ありがとうございます。見事第17代ウェルター級王者輝きました、佐藤選手おめでとうございます。ありがとうございます。大きな拍手が聞こえましたけれども、はい、どうですか今の気持ち、率直なお気持ち聞かせてもらっていいですか。いやもうただただチャンス掴んだなっていう嬉しさですね。そうでもわずかデビューからね、1年3ヶ月ですか、5戦目にしてスピード出世にも程がありますね。いやもう本当勢いだけでいきましたね。はい、確かにね、試合もねもう勢い半端なかったですよね。そうですね、まあ技術はないんですけど勢いでそう本人もね言ったと、今言葉も出ましたけども、まあね、キャリアが、ね、短いっていうのもあるのかもしれないですけど、ちょっとね序盤少しグラウンドの展開とかで、あ先にダウンも奪われましたもんね。そうですね、はい、もらっちゃいました。初めてですねダウンね。いやありましたっけ。実は川中さん選手の時にもらってますね、前手のフックみたいな。すいませんちょっと勘違いしてました。初めてだった。でもやっぱその倒れた瞬間やっぱもうすぐ回復して大丈夫だった。そうですね、もらった瞬間、そうですね、ちょっと自分も緊張してたんで余計食らっちゃったんですけど、そこもらってからはもう冷静にいけたんで。その後からちょっとグラウンドの展開で1ラウンド2ラウンド結構やっぱ完封されてましたよね。そうですね、正直休んでました。休んでた、はい、もう抱きついてけばいいやっていう。ああなるほど、はい、そこで無理に体力を使わずにスタンドに戻った時に勝負するために温存してたって感じなんですかね。どうそうですね、3ラウンド4ラウンド5ラウンドをどう当てていくかっていう、その練習とかでアドバイスもらったのを思い出してたんですね。いやでもその見てる側からしたらあれちょっと結構こう動けないようにっていうか、はい、抑えられてコントロールされてるように見れたんで、なのでやっぱ3ラウンド目の大逆転っていう感じに見えたんですけど、まあ、自分的には余裕があったってことなんですね。じゃあそうですね、そんなにそのグラウンドの展開の時にダメージはもらってないんで、うん、しっかり自分から戻して立ってまた当てに行こうっていう気にはならなかったんですか。疲れちゃうんで何ですか。どうも開き直ってますね。そうですね、あもうなんと、もう決められなかったら次立った時に絶対俺のパンチで倒せるっていう自信から来る。そうですね、当たりは勝つんで。実際そうでしたもんね、3ラウンド30秒ですかね。どうですかその力がこう効いたっていうタイミングは分かったりする。
いや、もう必死なんで、はい、まあ分かんないですけど、なんかだらってなったのは分かって、うん、今しかないのかな、ないなっていうのはありましたね、はい。今日やっぱりこうチャンピオンになって、はい、今後やっぱり防衛だったり目標というか、やっぱり最終的には海外行ってみたいとかあったりしますか？いや、今はただただ休みたいですねいや、それはまあそれはみんなそうだと思うんですけどいや今のところ、まあ、そうですもんね、まだ5戦しかしてないですもんね。そうですね。でデビューして1年ね、3ヶ月、まだちょっとぼんやりとしかその先は見えてないって感じなんですか？じゃあそうですね、本当にそのぼんやりを聞きたいんだけどぼんやりっていうのもないですね。ただ一戦一戦もう本当必死で勝つしかなかったんで、あの必死さが拳にこう宿るわけですね。そうですね、はい、いやでもすごいね、なんかこうパンチっていうかグーが強いなって感じですよね。ありがとうございます。やっぱ柔道やってた？そうですね、柔道で、はい、柔道家はやっぱなんかね、殴るのが強いんですよ、背中が強いから。よくそうですね、言われますね。俺の先輩とかもそういう人いましたよ。なんかもうちょっと喋ってもいいですか？もっと喜びを爆発させてもちょっとすいません、今殴られすぎてぼんやりしてます。確かにね、後頭部もね、向こうも後頭部だとか言ってたけど、そうですね、佐藤選手も結構殴られたって。そうですね、僕も後頭部結構やられてるし、うん、はい、まあ文句は言わしたくないです。あの辺はね、はい、なんかこう微妙なとこだからね。そうですね、なんか勢いでね当たっちゃったりね、まあ本当は、ね、厳密にはね、ルールだからね、守んなきゃいけないでしょうけど、流れでね、どうしてもっていうことありますからね。あ、そうですね、まあその辺ももしかしたらもう2あるかもしれないです。あ、まあ全然構わない。大相撲の里2、はい、構わないですね、うん、いつでも返り中してやると。そうですね強気でいいですね、まあ、じゃあ最後にカメラに向かって一言お願いします。はい、無事チャンピオンになりました。今後も、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。佐藤選手、ありがとうございました。ありがとうございました。手谷選手、見事な KO 勝利、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、1ラウンド、4分58秒、はい、ブザーギリギリというところで見事に決まりましたね。決まりました。どうですか、倒した瞬間？いや、でもめっちゃしっくりきましたよ。あ、効いたな、これ。あ、手応えありのパンチ。手応えありのパンチで、そしたらここにいました。そう、入る時ボディからね、こう行って。そうですね、それはちょっと空を切った感じですけど、そのまま一気に伸ばして、なんかやっぱその癖を読んでたんで、インに入ると絶対一個浮いて打つ、このまあアップライトな選手はよくやると思うんですけど、うん、浮いて打つっていう、そのタイミングで、まあ、ストレートをずっと狙ってたんで、まあ、そこめっちゃ練習通りあったなって感じですね。すごいですね、作戦通り一発決めるってすごいですね、やっぱり。右当てるっていう、何回か空振ったと思うんですけど、あの辺やっぱまだ見切れてなかったんで、練習通りでした。ちょっと組みケージ際でね、組まれる瞬間、あの展開とかは少しちょっと苦戦してるようなところも見えましたけども、まあ別に苦戦はしてないですけど、苦戦というか、まあまあちょっとなかなか思うように、うん、まあなんか見てたですね、うん、ちょっとなんていうか、同じ日にうちのジムから他3人ぐらい出てたんで、ライジンにも出てたり、はいはい、まあ、全体終わっての最後だったんで、いろいろプレッシャーもあったんだと思います。あ、自分自身。そんな中あれですね、今日の勝利で、そうですね、次期王者に、うん、あ、次期王者じゃない、あれ失礼しました、挑戦者に決定しましたね、はい、決定ということで、はいはい、もうさっきね、メイベントライト級チャンピオンシップ終わりましたけども、はい、ヤンボー選手が見事競馬して、うん、そのヤンボー選手に挑戦するという形になると思うんですけど。そうですね。どうですか今日の試合見て。うん、まあ、ストライカー対決になるんで、ヒリヒリするんじゃないですか、やっぱ。するね。ね、しますよね。するね。いや、それこそどっちのパンチがね、うんうんうん、当たっ、ね、先にというか、ね、当てた方が倒す、そうですね、ようなヒリヒリする。はい、展開になると思うんですけど、やっぱり自信は、自信はそれはあります。自信はまあすごいですね、久米さんを倒して。そうですね、うん、手谷選手まだ今日で
5戦目ですね、はい、また一気に駆け上がってきた感じがありますけど、そうですね、まあ、ちょっとマイクで僕マイクで言ったじゃないですか、12月やってくれとか言って、そうですね言ってましたね、まあ、ちょっと生意気なこと言ってたんですけど、まあマイクで僕が言ったんでアンサー返してほしかったですけど、あなんか本人ねちょっとこれもあれですけど、そんなかそこまで言う余裕もなさそうな、いやそうですか、泣きながらマイクしてますから、そうあ俺違うなと思って退席しました、まあまあでもそうですね、うんうん、でも12月、あそっか、でももうすぐか、でもね久米さんも、あ久米さん失礼しました、あのヤンボ選手も、はい、ねダメージなさそうだったんで、まあ、でも多分3月じゃないですか、そうですね、急がなくてもね、うん、そうですね、お楽しみは取っておいてもいいのかもしれないですね、それはそうです、僕はでもコーナーだけで、山本選手は年とともにどうなるか分かんないですからね、そうかね、いやまあまあその間にねまた時間があれば、そうですね、テイヤ選手もまたトレーニング積んで、うん、もうワンランク高く、ね、それはところに、ね、あります、行って挑戦できる可能性もありますからね、そうですね、まあ、若い人はねもうちょっと本当な数週間経ったらもう別人みたいになったりするパターンとかありますからね、ありますね、なんか急にこう食って噛み合う瞬間ありますから、ね、噛み合う瞬間がね、はい、まだ今 20? 今年20歳です、今年20歳、はい、えまだ20歳になってないの、まあ、成人式迎えてないです、マジで、もうやんなっちゃいますねもうこれでまた来年明けとかにね決まってチャンピオンとかになったらまた、ね、そうですね、スピード出世にも程がありますね本当に、うん、いや楽しみです僕は、もうやっぱもう見えてますか、そう自分が見えます、ね、チャンピオンになる、はい、まあ、それその姿しか見えないですね、その強気じゃないとね、うん、やってられないですからね、そうです ね、 ですね、じゃあ最後にカメラに向かって一言お願いします、うーん、タイトルマッチいつになるか分かんないですけど、まあ、皆さんのヒリヒリするストライカー同士の試合をやってやります、まあ、極上の格闘技をお楽しみください。テイ選手ありがとうございました。ありがとうございました。